はい、えー、じゃあ、分散システムデザインパターンという本を紹介させていただきたいと思います。簡単に私、松浦と申します。えー、普段はですねテ、テクニカルサポートエンジニアとして働いてるんですけれども、翻訳が大好きでして、えっ、ー、と、YAXT いう、えー 英語のブログを探してきてですねそれを許可を得て、えー、翻訳して公開するっていうサイトを運営していたりあと、えー、去年出ました入門クーバネティスとかあと、えー、今年の初めに出ました入門監視っていう本とかを翻訳しておりますで、えー、っとでとすね <laughs>、えー、先週の土曜日に、えー、発売されました分散システムデザインパターンという本を、えー、翻訳しました。えー はいでえー、副題にです、ね、コンテナを使ったスケーラブルなサービスの設計というふうにあるんですけれども、えーとまあ、コンテナを使ったです、ね、システムのデザインパターンをまとめた本になっています中の例,例がです、ねえっと、全部 Kubernetes を使っている形になっているんですけれどもほ、えーままあ、他のオーケストレーター使っている場合ですとかあと単にコンテナだけ ですね、開発環境で使ってるみたいな場合でも、まあ、どういうふうにあのこ、えー、コンテナを組み合わせるかみたいなところをですにです、ね、参考になるということで、まあ、そういう方にもあの役立つんじゃないかなというふうに思います現状はですね g o o g で Kubernetes 開発して今マイクロソフトにいるブレンダン・バーンズという人が書いたデザイニング・ディストリビューテル・システムズという本です 元の元になったですねその元になった論文もですねちょっと話題になりましたけれどもえまあそれに加えて追加の内容があるという本です。ちなみに表紙は文兆だそうです。何でだかはちょっとわからないですね。<laughs> この本の冒頭に書いてあるんですけれどもえーまあパターンデザインパターンというのを使う。 とまあ、あのうまくやってる人のパターンを真似すると自分のところでもうまくできるっていうのは、まあ、よくあるパターンのいいところだと思うんですけどパターンは相互理解を素早く深めるための共通のボキャブラリーっていうふうに書いてあってもう,もう一個ですねそのパターンに名前が付いてると、えー、A さんと B さんが何かについて喋ってる時に名前がついてそあの同じものを喋ってるっていう前提があるととてもあの利用が促進されるし理解も深まるっていうふうなのがあってまああの パターン、デザインパターンを学ぶっていうのはすごい意味があるんじゃないかなっていうふうなことで翻訳をしました。で、えっと、本の構成なんですけれども、え3、ー、つの部分に分かれておりまして、えー、最初に書かれているのがですね、シングルノードパターンっていうふうな、あ文になっています。えシングルノードパターンっていうんですけど、クーバネッツ的にはシングルポットパターンって言った方がいいかもしれないですね。あの、1つのポットの中で、えー、っと、うまくコンテナを組み合わせて、 えー、ポットを構成するにはどうしたらいいかということに焦点を当てたパターンになってあ、パターンが書かれた部分です。で、その次ですね、そ,のそれをあの踏まえて、ですねマルチノードパターン、これもあの、えー、本の,あの中でマルチノードと言ってますけど、クーバネッツ的にはマルチポットパターン、まあかあえー、具体的に言うと、レプリケーションとかシャーディングとか、あそういう複数のポットを組み合わせて、えー、システムを構成するときのパターンが書かれています。 で一番最後、バッチ処理パターンなんですけれども、えー、とこれは主にあの非同期的な処理を行うためのパターンでして、えー、具体的にはですね、Q とか、えー、そういうものを、あのー、使うときのコンテナの組み合わせのパターンが書かれているっていうふうな部分になっています。はい で、最後になりますが、今回もですね、えと、レビュアーの皆さんに、えっと、いろんなですね、日本語的な読みやすさの指摘に加えて、技術的なところいろいろ指摘をいただいて、いい本になりました。こちらにもいらっしゃる須田さんと、あと、えっと、吉田さん、それから、吉海さんという3人の方にレビューいただきました。ありがとうございます。 えーとですね、えー、ちょっとこの現状者、えー、入門クーバネイティスの現状者と同じなんですけども、結構です、ね、行動の間違いが多くてですね、えー、田さんとかにも指摘いただいてたんですけども、私もあの一通り、えー、 2、3回全体をですねな舐めて、えー、何度も行動を直して、えー、ちゃんと動くものになっているはずです。で,です、ね、入門クーバネッツはあの、あんまり本文の行動に手を入れないで、ですね私が作ったリポジトリに正しい行動を置く形にしたら、ですね本を読んだ方が混乱されて動かねえじゃねえかというツイートがたくさん見られたので、今回は積極的にですね紙の本の方に、えー、修正をですね反映させておりますので、その辺大丈夫かなというふうに思っています。 何かあれば、あの、えっ、ー、と、いつでも、えー、ご指摘いただければと思います。はい。よろしくお願いします。はい。はい、いいですかね。はい、ありがとうございます。